ワンちゃんにね、俺小さい時から心配ばかりかけて何回も何回もばあちゃんのこと泣かせてごめんな。みんなが大好きなばあちゃんのお葬式だから、私が大好きな おばあちゃんのお葬式だから、ばあちゃんからの最後のプレゼントだと思ってます。そしてばあちゃんはこの映像の中で永遠に生き続けています。ありがとうの一言です。いっぱいみんなに支えられて私が生かされてんだなっていうのをしみじみ思って、ただありがとうっていう感謝の一言だけです。戦前だよね、出会ったのは、棚屋に遊びに行った時に、ああ棚屋にこんな男の子がいるんだなと思ったくらいで、それほど関心はなかったんだけどね、まあ真面目って言ったら、そんなことやったんだからちっとも真面目じゃないけど、仕事は一生懸命やって、高等小学校しか出てないのに一生懸命までなったんだから、どれだけか努力したんだろうなと思って、今日やるのはこの人のおかげだなと思って感謝はしてます。この子供たちはみんないい子に育ったし、孫だってみんないい孫で最高の幸せなんだから、何も終わりよければ全てよしじゃないか、全部忘れちゃおうと思ったら本当に忘れられる。だから今は最高に幸せ、みんなにありがとう、ありがとうって感謝しかないです。それが病気になって初めて死を宣告された時に初めに味わう気持ちだな、そう思う。決して強くはないんだ、やっぱりばあちゃんだって弱いもの。だけどそういうふうに前向きに考えるほかないでしょ。それだけ、ありがとうだけ、終わり。